テスト90、都市。我はまさに、この町、マッカ・アスタリスク、において誓う。の一条。預言者アスタリスクよ、あなたはこの町で、許された者の一条である。また、生む者と生まれた者の一条にかけて、誓う。我らアスタリスクは確かに、人間を、現世の、神道の一条の中に作った。一体、彼は思っているのか、自分が集めた財産ゆえに、誰も自分を掌握、し、罰、することなどないと。彼は、得意になって、言う、私は、山ほどの財産を使い切ったぞ。一体、彼は思っているのか、誰も彼を見ていなかったと。一体、我らアスタリスクは彼に、二つの目を与えてやったではないか。また、一本の舌と、二つの唇を。の一条。また、我らアスタリスクは彼を、二つの道筋の一条へと導いてやったのだ。それで、どうして彼は、その財産によって、来世という、険しい道、の踏破、へ飛び込まなかったのか。来世という、険しい道、の踏破、が何かを、あなたに知らせるのは何か。それは、首の一条の解散。または空腹の日に、食べ物を施すこと。謹慎の故事に、あるいは、砂まみれの貧者アスタリスクに。それから彼は、信仰し、忍耐アスタリスクを進め合い、創造物に対する慈悲を進め合う者たちの一人とは、ならなかったのか。それらの者たちは、右側の都の一条。そして、我らアスタリスクの未長、アーヤアスタリスクを否定する者たちは、左側の都の一条。彼らには、密閉された豪華がある。